サラ・ウィニフレッド・ベネディクト・メイヤーは、イギリスの女優、柔道家である。日本人以外の女性として、初めての柔道の有段者となった。メイヤーは1896年10月16日、ロンドンのバッターシーパークの近くで、サラ・ウィニフレッド・ベネディクト・タッピングとして生まれた。父のアルフレッド・ベネディクト・タッピングは俳優で、母のアリス・アメリア・フィッシュウィックは女優だった。三人兄弟の長子だった。メイヤーは1906年に両親のプロダクションに加わって演技を始め、1914年にはウェストエンドシアターでハーレー・グランビル・バーカー主演の夏の夜の夢に出演した。その後すぐに王立演劇学校に入学した。1920年代に武道会で小泉軍司から柔道を習った。1919年1月29日に材木商のシルズキー・スギボンズと結婚したが離婚し、1924年7月17日に弁護士のロバート・ジョン・メイヤーと結婚した。1934年にインド、中国、チベットを通って日本へ旅行した。日本では八田一郎から柔道の指導を受けた。帰国前の1935年2月23日、日本人以外の女性として初めて初段を授与された。帰国後間もなく離婚した。第二次世界大戦後、イギリス空軍将校のワーウィック・パーカー・オビントンと出会い、1951年からは彼の姓を名乗り、スタッフォードシャーのバートン=アンダー=ニードウッドで一緒に住むようになった。メイヤーは1957年3月19日にアルコール依存症で亡くなった。ありがとうございます。